アイリスラメの山口です。本日はこちら、転生したらスライムだった件、天チュラ、こちらを読んでみた感想動画になります。第1巻でございます。いや読みましたよ、やっと読みました。じゃあまずね、こちら裏のあらすじから見ていきましょうか。はい、シズさんと出会い、人間に擬態する術を身につけたリムル。しかしその体はなぜか3歳児になっていた。小さくなってしまったリムルが無邪気にドヤ顔でご機嫌に繰り広げるテンスラスピンオフほんわか4コマ。はい、という感じでございます。まあこのね、この表紙の通りですよ。リムルがちっちゃくてまん丸でめちゃくちゃ可愛くてほんわかとした絵柄でタッチで、お送りしておりますね。はい、ではね、気になるところとか、いくつか喋っていきたいところ、端っこ折ったので、そちらをねお話ししていこうと思います。まずね、あらすじのこちらの方にも書いてあった通り、リムルが、三上悟が転生してリムルになって、ベルドラと出会って、ゴブリンたちと出会って、ガロー族と出会って、ドワーフたちと出会って、そしてシズさんと出会い、まあイフリートのあの戦いも終わって、シズさんを捕食して、で人間になりましたっていうところから、この物語がスタートします。テンチュラの物語がねスタートします。で、本編の方だと捕食してシズさんを、体に取り込んで、そしたらシズさんの、姿に、変わるんですが、このテンチュラという作品は、後ろにも書いてあった通り3歳児の状態になってしまいます。まあ本編でいう普通のリムル様の状態にはならずに3歳児の状態になります。で、設定としましてはリムルの、スライムの、はい、スライムの状態の時は、本編と同じような、まあ本編と全く同じと言っても過言ではないですかね。本編と同じリムル様でございます。性格やら考え方やらほぼ全てリムル、このスライムの状態の時はリムル、ただ大人つが擬態した人間の姿のリムル様の時だけ、3歳児になって、思考も何もかもが3歳児という感じでございます。簡単に言うとそんな感じですね。で、初めて、3歳児の姿に擬態して、人間の姿になった時はめちゃくちゃ可愛くて、もう真っ裸でも蝶々追いかけてたり、全然周りの視線とかも気にせず、本当に3歳児の、3歳児が行動するような動きをしていました。で、喋る時とかなんかね、ちゃんと調べてなかったから分かんないんだけど、おそらくそのリムルの、ちっちゃいリムルが喋る時って、このセリフの枠がなくて、リムルの横にちょっと文字が書いてあるみたいな感じに、作られていますね。それがなんか、そうやってわざとやってるんですけど、それがめちゃくちゃぴったりで、本当に3歳児、もうね、幼い子供が喋っているかのような感じに表現されてるので、セリフの枠があったらどうしてもセリフじみていて、ちょっと大人びてるような感じにも感じてしまうので、こういう感じにね、ちっちゃいリムルの横に、ちっちゃい文字で、可愛らしい文字で、しかもひらがなで、なんか一言書いてあるみたいなのがずっと続いていきます。で、あとはドヤ顔とかしたり、後ろにも書いてあったけどね、ドヤ顔とか、ご機嫌に繰り広げる、無邪気にドヤ顔したりとか、そのシーンが非常に可愛い、全部ね可愛く、描かれていて、本当にもうテンスラの本編をちょっと丸くしたのがテンスラ日記で、それをさらにさらに丸くして可愛らしくしたのが、
テンチュラなのかなっていうふうにね思います。で、漫画版のテンスラ日記と同様で4コマ漫画でストーリーが、進んでいきます。それも非常にねテンスラ日記に似ているところではあるんですけど、内容は全然違いますし、同じスピンオフとしても、テンスラのその本来の設定にはちゃんと沿ってるので非常にテンスラファンとしては面白く見ることができますね。で、あとはそのあとはどこだろう、リムルが自分のことを俺とか、本編だと俺だけかな、僕なんて言わないもんね、私とかも言わないもんね、俺ってリムルが自分のことをね第一印象じゃなくてなんだっけ、一人称、はい、ごめんなさい、思い出した、一人称で自分のことね俺って言うんですけど、本編の方はこのテンチュラの中のこの3歳児のリムルは自分のことをリムルもしくはリムリュと言います。めちゃくちゃ可愛いです。でね、泣き顔とかも非常に可愛いし、もともとみんなから愛されてるリムルがもっと可愛くもっとね母性をくすぐるような子供になった時って本当周りの人たちも、周りのねリムル信者たちも非常にあたふたしたり可愛いなっていう風にね、反応したりと、そこら辺も面白くね読めるところでございます。で、あとはねその他のキャラクターたちも、本編と、まあ、テンスラ日記とかもそうだけど全然その本編とね性格も一緒ですので、本当にねあの全然違和感なく読めますね。だから絵柄もなんかそのまん丸ではあるけども全然そのなんか嫌な絵柄だなとか全然本編と違うから読みづらいなとかもないので非常にね面白いです。で、28ページの惜しいっていうやつで、まあ、3歳児の姿になってからそのリムルの本来のスライムの姿になることがなくて、それをボブタがじゃあ頑張ってスライムの姿に戻ろうみたいな流れがあるんですけど、その時に戻った姿がそのスライムのリムル様のこれが本来の姿なんですけど、ここに頭にちょこんってなってる、姿があって、それって、まあ、多分だけど、まあ、テンスラでよく多いパロディっていうかオマージュっていうかなんかリスペクトっていうか、それでドラクエのスライムなんじゃないかなって思ったり、あとはぷよぷよ、はい、こちらにね一応 e スポーツの優勝したやつがあるんですけど、このぷよぷよのなんかこの黄色い子みたいな感じになってるので、まあ作者様が、どちらを選んだのかちょっと気になるところではありますが、まあ同じスライムだし同じぷよぷよしたものですし、まあどっちでもいいのかなとは思うんですけど、やっぱあこれぷよぷよのぷよかもとかドラクエのスライムかもって思ったりする、そういった小ネタも非常に面白いですね。で、あとはそのやっとスライムの姿に戻れました。じゃあスライムの姿に戻ったらどうなるかというと、3歳児の状態から普通のリムルの状態になります。リムルの状態っていうか、まあスライムなんだけど、大人のスライムは、大人のリムル、このしずさんの姿のリムルは出てきません。3歳児のリムルかスライムのリムルしか出てきません。で、スライムのリムルになると、フラッシュバックして今までなんか他人にその3歳児の姿で迷惑かけたこととかそういう記憶が蘇って、まあ恥ずかしくなると。ただ、3歳児の時はやっぱ3歳児なのでそういったことを制御できずにいろんなことをやらかしたりします。セクハラじみたことも、これからしていきます。めちゃくちゃおっぱい触ったりとか、めちゃくちゃしていきます。それも3歳児だからこそ許されるし、まあ、リムル様だからこそ許されるしっていう感じの、流れでもありますので、で、
3歳児のリムルと普通のスライムのリムルだと全然性格ももう違うので、それにどうしようという感じでね、普通の状態のリムル様が、悩むという流れもねあります。であとは、無慈悲な一言っていう、64ページの話があるんですけど、そこで串焼きかな、焼き鳥だか串焼きだか、肉のどこに書いたんだろう、ちゃんと説明したいけども、まあ五分一が作ってる、まあ、焼き鳥みたいな串焼きがあるんですけど、それをシオンが手伝うよって言って、でシオン、五分一に断られます。まあシオンは料理が下手なので五分一がねきっぱりと、断ります。その時にガーンっていうちょっと、寂しいような、ショックを受けた時のような、表情をするんですが、その時にね横の言葉がガーンではなくシオーンって書いてあるのが非常に僕は好きだなと思いました。ガーンとかね、そういうセリフ、そういう言葉、そういう音がね、ある場面ではあるんですが、それをシオンがやるとシオーンってなってるのが非常にいいなと思いました。で、その後ね、ベニマルのことをリムルがベニマリュウと言っていたり、やっぱラリルレロが言いづらい3歳児をねしっかりと表現していて非常にいいなと思いました。で、あとスカートをね着させたり、なんか水着を着させたり、それっていつもだったら本編だったら、女子軍団、シオンやらシュナやら、ゴブリンのハルナやら、まあいろいろね、その、女子軍団がリムルをね着せ替え人形のようにやるんですけど、今回それプラスソウエイも、スカートがいいですよとか、なんか水着を押したりとかしてるので、そのね一面が見れてね面白いなと思いました。はい。であとは不用意な一言っていう、79ページの話があるんですけど、トレーニーがね登場して、リムルも3歳児なので素直にねトレーニーおばちゃんと、呼ぶんですよ。トレーニーおばちゃん、トレーニーおばちゃんと。でそれに対してトレーニーさんがお姉さんですよと、教えていると、教育していると、そういうシーンもね非常に面白いなと思いました。あとポテチね、トレーニーさんといえばポテチだなというのがね、ありますね。であとオークとの戦いがあります。もうオーガたちとは、今もう話がね、ちょっと飛んじゃってるんですが、オーガたちとはもう仲間になってます。でその後は展開的にはオークの、オークディダスターとの戦いがありますよね。でそのところで準備はいいかお前たちと、はいということで、スライムの状態のリムル、本編同様に、まあ、オークたちと戦いますよっていう、ね、その掛け声っていうか決め台詞っていうか、そこのところで準備はいいかお前たち、はいと、じゃあ行くかみたいなところで、変身するんですけど、人間の姿になるんですけど、このテンチュラだと、まあ、子供の姿に、3歳児になるので行くぞみたいなところを言うシーンが決め台詞のような、出発するよっていう、戦いに行くぞみたいなシーンが出発中って言って3歳児のリムルで、言ってるのが非常になんかそのギャップっていうか、オチというか、その 前振りが本編を前振りにしてからのテンチュラのオチみたいなのが非常にいいなと思いましたね。まあ、テンチュラだからこそできるそういった、ギャグっていうかオチっていうか、そういうものなのかなと。で第6話で知られざる開口っていう話があるんですけど、そこでねラプラスと3歳児のリムルが開口します、出会います。でその出会いの中でね、ラプラスを見たリムルが第一印象でウサギと言います。ウチャギって言うんですけど、やっぱね3歳児は作業が言いづらい、作業ラ行が言いづらい、そういうのもねいいなと思いました。でウチャギと言った後にラプラスがそのツッコミで誰がプリティラビットやねんと言ってるのが、なんかね誰がウサギだよとか、ウサギじゃねえよじゃなくて、それに、
いくつかのねスパイスを加えて誰がプリティラビットやねんと言ってるのが非常にいいなと。で関西弁だからそういったツッコミとかもすごく面白いキャラですしいいなと思いました。でこの2人3歳児のリムルとラプラスってなんかね想像できない何が起こるかわからないような組み合わせだからそこもね読んでてねワクワクヒヤヒヤドキドキとしていきました。で結構ねラプラスいいキャラなので面白いなと、3歳児のリムルに癒されたりとなんかねそういったシーンもあったりしてたのでよかったですね。であとはね水着のシーンもあってやっぱシオンってめちゃくちゃスタイルいいし、ね本編の方でもすごいなんかねすごいんですけど、まあ、今回もねテンチュラの方もすごくてでシュナもねめちゃくちゃ可愛くてちょっとねシュナのその谷間の部分とかそういうのをゴブタが見てるんですけどなんかねすっごくエロく描かれててなんかものすごいなと思いましたね。本編とかもものすごいんですけどなんかより一層なんか リアルっていうか、すごくねなんかそそられるものがあるなとシュナがめちゃくちゃ可愛いなと、そういった印象がありました。なんか作者さんっていうか、漫画家さん のイラストって、作画ってこのね漫画描いてる人の、チャチャさんのこのねイラストってなんか可愛さをもっと引き立たせるっていうような感じに、僕はね個人的に思いましたね。今のシュナのところもそうなんですけど、まあ、3歳児のリムルもそうなんですけど可愛いものをさらに可愛くより一層可愛く描ける人だなっていうのがね思いました。で、もちろんねかっこいいところ、まあベニマルとかソウエとかもかっこいいところはちゃんと描けるし、男性大人の男性とかもしっかり描けてるんですけどその横でもそのかっこいいやつの横にいても違和感がない可愛さを描けてるってのが非常にいいし違和感なく読めるしっていう感じで、面白いなと思いました。でね、細いし一巻が一冊が細いし面白いのでもうスラスラと、あっという間に読めてしまう作品でございました。はい、そんな感じでねいろいろと、感想を、長々と、まとまりなく喋ってしまいましたがという感じで、転生したらスライムだったけんテンチュラの第1巻の感想動画でした。ご視聴ありがとうございました。